残念だ。終わる時期が悪かったようだな。ううん、もうわかった。お、琥珀街に対する人々の恐怖に実際の根源がないから、根本的に解決することができない。それなら根源を与えてしまえばいい。彼は琥珀街にいた人を全員殺して、それを証拠として、あらゆる異変は自身の手柄だと宣言した。そうでしょ？おや、そんなにすぐに理解するとは。あなたもそのやり方に賛同するのだろうか？そこまでする必要はある？何がダメだというのだ？何はともあれ、琥珀街に入ったら普通の人間は生還できない。リトストはただ、すでに決まっていた彼らの結末を別の形に変えて、そして琥珀街の恐怖を完全に自身に移しただけ。その後、彼は人々の恐怖の対象となった。そして琥珀街は正気を取り戻して、徐々にあなたが今日見た姿になっていく。それは誰もが喜ぶ結末ではないか？つまりその後、彼は大悪役を演じるようになったってこと？それも一時期のことだ。リトストにとって過去の一部を消すことは一番の得意分野だ。琥珀街大恐慌の真相を知っている者は今はそう残っていないと保証する。見ての通り、今のは所詮取るに足らない昔話でしかない。要するに影は一種の呪いじゃなくて規則なの？誰も判断できないが、かなりの確率でそうだろう。でなければこれほど複雑な姿を誕生させるはずがないだろう。じゃあ一つ疑問があるんだけど。ほう。もし私たちが週末のアンカーを起動させて二つの世界を再びつなげたら何が起こるの？ではなぜ術は当時二つの世界に分けたと思う？結局のところ老朽は一つの檻。檻が閉じ込めるのは銃の悪僧を持つ規則だ。週末のアンカー、何をした？私はただの道具。あなたの命令がなければ何もできない。どうやらリトストの釘を引き抜くと、ドニグルを老朽に戻らせて、私たちのやり方でこの件を処理しなければならないようだ。私の使用者、あなたが大岡市に向かう機会がやってきた。つまり老朽に行ったことがあるから夢追い人も罹患の術相にまとわりつかれたの？そんなのありえないでしょ。二人とも体は大丈夫？しばらくは大丈夫だと思うけど、本当に何があったとしてもそれはうちのことだし、あんたたちは心配しなくていいから。それでこれは一体どうして？あの影たちに接触したせいなら、琥珀街の住人たちは似たような状況にあってないよね。だってあそこには回収という方法があるから、語り物になる前に衣食住に必要なものになるから、おのずと何の心配もなくなるんだ。だから回収ってあんなに重要なんだね。まさか回収がなかったら餓死しなくても怪物に噛み殺されるの？その通りだよ。でも今はどういう、私の記憶が正しければあの宝器がないと少爵は回収を行えないはずだよね。ちょっとした小細工を使ったんだよ。罹患の術相は消えてない。
うちの影に隠されてるだけなんだ。前に話した通り、これは時間稼ぎでしかない。器具を取り戻さなければ、うちらは一緒にあの世に飛ぶことになるよ。どうやら終末のアンカーを起動させることが今の最優先。待って、少女君、もし私たちが確実に成し遂げられたら、この体に現れた現象って、まさか。うむ、あんたが心配してる通りさ。世界が再び繋がったら、桜花も災いから逃げられない可能性がある。じゃあ、どうして、そういうことだったんだね。おや？理解したんだ。通路を出現させようとするあんたたちを止めると、あんたは早死にするし、うちも隠しすることになる。一歩引いて考えると、うちらが死んでも、罹患の術相がここで終わるとは言えない。逆に通路を出現させることで、この切迫した事態を処理できるだけじゃなく、他の術を呼び覚まして、100年前のことを繰り返せば、両方の平和を取り戻せる。難しいことじゃないだろ？はぁ、言うならうちが悪かったんだ。まさかドニグルがとっくに通路を出現させてたなんて。あいつは桜花を見つけられず、ずっと海に出入りしてたから。でも言ってたよね。世界を再び繋げる方法があったとしても、そのせいで桜花が大きなリスクを背負う可能性があるって。ひとまず、親切姉さんたちと交流しよう。今の事態は多分、私たちが勝手に決めていいものじゃないと思う。あ、少し待ってて。その前に、こっちの処理もしておかなきゃ。少しブラブラしよう。あれ？終末のアンカーが。カラリー！厄介なことになったんだ！え？どうしてカラリーも？どっちもすごい情報をつかめたみたいだね。ここは。お互いの情報を共有しておこうか。ちょっと待って、自分と性格が真逆な人と口を揃えて同じことを言ってしまって、まだ落ち込んでるから。え？それなら私が代わりに情報を共有しようか。やめて。そういうことなんだ。夢追い人はどっちでもいいけど、今は桜花まで。どっちでもいい？ああ、あなたにとってこれは難題じゃないって信じてるからだよ。私自身の老朽の旅はしばらく延期せざるを得ないみたいだけど、100年前から来て影から生まれた呪い、それが桜花に侵入してきた可能性があるなら、研究所のメンバーを総動員してより多くの準備をし、夢追い人は、ひとまず課題をクリアして。だって、みんなの話によると、すでに根本的な原因をつかめたんでしょ？伝説の術以外に、目下の事態を解決できる人はいないみたいだし。あなたが見つけた課題なんだから、自分で解決して。罹患の術相とやらが、桜花で暴れないことを前提にして、二つの世界のつながりを安定させるか、もう一度切断するか、あるいは、この難題を解決できる他の方法を見つけるとか。もちろん、そんなに緊張する必要はないよ。もしかしたら、私が先にうっかりと解決しちゃうかもしれないしね。じゃあ、私たちも急いで出発しなきゃ。まずはメンバーと計画を確認した方がいいんじゃない？夢追い人、あなたは人を傷つける話をするんだね。私たち、まだ老朽をちゃんと見て回ってないでしょ？サボる人がいるとでも思ってるの？そうだよね、ヘリア、少女くん。問題ないよ。さすがにあんたたちを無視して、単独で地球と連絡。うちは暇な方がいいけど。器具を取り戻した以上、罹患の術相が本当に桜花に来たとしても、なんとかなると思う。でも、あんな日々をあんたたちに強要するわけにはいかない。そう言うと思ったよ。
じゃあ待って、どうして私に聞かないの？名義上私がヘリアの部下だから。うん、ただその必要がないって思っただけだよ。コラリーはいつも冷たい顔で厳しいことを言うけど、結局最後は手伝ってくれるでしょ。私をそんな風にまとめないで、古臭い人みたい。でも別の星に律者の権能に近いものが存在する以上、確かに私たちには事実を考察し明らかにする必要がある。ほら言ったでしょセナ。さてみんなの意見が一致したみたいだね。じゃあいい知らせを待ってるよ。例えば将を陰と欲すれば、まず馬を伊予というように、まずはそのドニグルを捕まえるのはどう？